おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今はですね、このトイドローンですね、テロと言われる DJI さんのドローンの、これをなんとかスクラッチで動かそうとしています。はい。で、以前も少し言ったんですが、スクラッチのバージョン3で大丈夫ですかっていうコメントをいただいてて、大丈夫でしょうって言いながら走ってきたんですが、実はやっぱり3ではダメでした。ごめんなさい。ということで、今日はスクラッチバージョン2のダウンロードインストールをして、で、Wi-Fi で接続するというところまでまずは行ってみようと思います。はい、じゃあ始めます。はい、で、ブラウザを立ち上げて、スクラッチ2のオフラインということで検索をするとですね、スクラッチのオフラインエディターはダウンロード今でもできるみたいです。で、これをクリックすると、スクラッチ、なんかちょっと、スクラッチちょっと違いそうですね。本家のスクラッチ、ウィキではなくて、これですかね。スクラッチ、本家の方ですね。スクラッチ EDU のに、これをクリックすると、今でもオフラインエディターはダウンロードができて、で、Windows 版ですので、Windows 版をダウンロード、Mac とかでもちゃんとできるんですね。で、これをですね、ちょっと一旦ダウンロードに保存しましょう。ダウンロードに保存して、すごくネットワーク遅いので、一旦ここで、ダウンロード終わるまで、ちょっと録画を止めましょう。スキップしましょう。はい、ダウンロードが終わったので再開します。これですね、これを実行して、インストールが始まって、起動設定ですね。でもこれはデフォルトでそのまま続行と。アドビエアも入るみたいですけど。で、続行で、インストールが始まりました。で、2回目来てますよね。こっち2回クリックするとこのがっちゃうので。で、今、オフラインエディターも入っています。で、これで、3を消さなくても、2は2で入って、3は3で使えるみたいです。だから3がいらないっていうので、削除されたい方はアンインストールしていただければいいんですが、これが3のブロックというか、アイコンで、これが2のアイコンになるので、2をダブルクリックして、ドローンを飛ばそうということになります。で、少し復習ですが、ドローンを飛ばすときの説明は、テロのフォルダの中の、これが前回作ったあれですけど、これをダブルクリックすると、これでアクセス許可してあげてください。で、これが出た状態で、で、スクラッチにこれを動かして、このファイルを読み込むみたいです。これで2を起動。さっき2を起動したので、これを呼び出しましょう。で、2でこれで呼び出されて、ちょっと最大化しましょうか。で、これで、このファイルをクリックすると、こんなメニューなんですけど、これファイルをクリックするときに、シフトを押しながらクリックすると、裏メニューが出てきて、こういうインポートイクスエクスペリメンタル HTTP エクステンションということで、実験的な HTTP の拡張ができるみたいなメニューが出てくるようで、これを選んで、先ほどのドキュメントのテロの中にあるスクラッチのこれですね。これがスクラッチ2の2用のエクステンドのファイル。だから、ここに2って出てるんで、ここで3使ってるからダメなんですよね。で、これで、エクステンド用の、
2が開かれましたということになります。はい、ここまでちょっとテキスト取っていきますね。一旦ちょっと止めさせてください。はい、再開します。テキストを取ってきてですね、その他っていうところに、このモアブロックっていうところにこのようなブロックができるようです。で、これでペアリングしてあれば、飛ばせるんですが、注意書きに実は一つ書いてあって、イベントのスペースキーが押されたら降りるよっていう、これを必ず作っておかないと、飛んだが最後降ろせなくなるので、これを必ず最初に作っておきましょうっていうのがあります。で、それからやっぱり飛ばしたいので、これですね、旗を押せば、テイクオフ飛びますよというふうにしたいと。あと、ここで、これはあれですね、でこの、なんかまだテロとつなげてないので、ちょっとテロと接続しますね。テロの電源を入れて、ここの Wi-Fi 接続をテロに変えるというふうなことになります。テロの電源を入れて、チカチカ光って、これで接続待機状態になりますので、はい、これでちょっと Wi-Fi つなげますね。切って、テロ、これにつなぎ直します。これでテロになると、